ガーディナーはアメリカ合衆国メイン州南西部のケネベック郡、ケネベック川の東岸に位置する市である。2010年の国勢調査では人口5800人だった。その文化と古い建築物で知られており、観光地として人気がある。州都オーガスタ小都市ニューイングランド市長地域に属している。ガーディナーはケネベック川の航行可能な上限にあり、1754年に ロストンの著名な医師シルベスター・ガーディナー博士によって、ガーディナーズタウンプランテーションとして設立された。ガーディナー博士は、薬商として資産を作り、薬局をマサチューセッツで1点、コネチカットで2点所有し、旧プリマス特許の中にある、ケネウェック買収地の主要な所有者となった。その所有地は10万エーカーを超えていたこともあり、その開発の悪なき推進者だった。 ガーディナー博士はここに入植を促すために、製粉所建設者、製材所大工、家屋大工、車輪修理工を連れてきた。家屋、工場、教会、砦出が建設された。ケネベック川にコベシイコンティストリームが合流する点に、あり、1マイルに130フィートの落差があり、水力を生かした工場には最適の場所だと認識した。 ガーディナーズタウンは1760年にピッツトーンの街から分離し、地域経済の中心になった。しかし、ガーディナー博士の荒野を開く努力は、アメリカ独立戦争とともに終わることになった。王室に忠実だったガーディナーは、イギリス軍が1776年にボストンを明け渡した時に逃亡した。しかしその開拓地は、ガーディナーがいなくても存続しており、 1803年にはガーディナーの町として法人化された。19世紀初期から南北戦争まで造船業と貿易業が主要産業だった。1849年に市になり、この頃は川もにあった大きな銃の桟橋が出荷に使われた。材木が大量にガーディナーを通っていった。川なめ芝や加工場が繁栄した。ガーディナー市は氷を輸出することで世界に知られるように、 なった。毎冬、男たちがケネベック側から大きな氷ブロックを切り出し、夏でも凍っているように倉庫の中でおがくずで覆った。アメリカ国内や世界に向けて年中船積みされて送り出された。ガーディナーは、喫水の深い船が到達できる最上流点で採取された、透明なケネベック氷で知られた。1851年、ガーディナー市に鉄道が通った。 1858年、アメリカでは最初期の蒸気駆動自動車がガーディナーで作られた。1860年代からは製紙業が発展し、1880年代から1920年代は氷製造業も繁栄した。しかし、1960年代までに多くの工場が衰退し、閉鎖された。元の工場長は、 現在、州都のオーガスタやバス市のバス鉄工所で働く人々のベッドタウンとなっている。住民の中にはポートランド地域まで通勤する人もいる。市内の多くの古い建築物を美しく改修してきた。1980年、中心街の歴史地区全体がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。ガーディナー氏は、 北緯44度12分21秒整形69度47分31秒、北44.205963度整形69.791998。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は16.57平方マイルであり、このうち陸地15.65平方マイル、水域は0.92平方マイルで、水域率は5.55%である。 市内を小べしコンティストリームとケネベック川が流れている。ガーディナーの気候は季節によって温度差が大きいのが特徴であり、夏は暖かいか暑くて湿度が高いことが多く、冬は寒くて時には厳しい寒さになる。欠片の気候区分によれば、湿潤大陸性気候、略号では DFB にある。一課は2010年の国勢調査による人口統計データである。 RP ハザード CEO、加工場、1915年以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。旧高校、フランシス H ファセット設計、ガーディナーはメイン州教育管理地区第11号に属している。この地区には、ガーディナーの他に、ピッツトン、ランドルフ、ウェストガーディナーの各張が含まれている。この地区は小学校5校、中学校1校、 高校一校を運営している。ガーディナー市域には次の学校がある。ガーディナー市は市長、市政委員会、市マネジャー方式を採用しており、すべての行政権限は市政委員会と呼ぶ立法生態にある。有権者は一人の市長、七人の市政委員を選挙で選ぶ。市政委員の四人は四つの選挙区から、それぞれ一人が選ばれ、残り三人は 自然体を選挙区に選ばれる。市政委員会が市マネジャーを指名し、日常の運営を任せている。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党バラック・オバマが1699票を獲得し、対する共和党ミッド・ロムニーは1158票だった。政党の支持率は民主党、共和党、無党派でほぼ3分している。 登録有権者数エドウィン・アーリントン・ロビンソン邸公園とパーマー噴水、1909年。戦争のために溶解された。銅像は後に再生された。ありがとうございます。